な静脈を差し当て余弱な愛が飛び出すもんでデスコール最強を切り替えてしまいました。国語がどうダメで嫌いでした。正しいのかどれか悩んでいりゃどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無性な僕のことが存在で言うないで生きていて、どうせ僕たちは時々病について言うんだ、寂しいて言うんだ。心の勘違い読めますか、アルコール事情は読めますか、その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。そのバンコの刺激が解けますか、アルコール首の輪も解けますか、僕たちこのままでいいですか、おいどうぞ。